朝日奈一郎は、青山社中株式会社代表。NPO 法人、地域から国を変える、会理事長、一般社団法人、日本と世界をつなぐ、会代表理事、内閣官房地域活性化伝導士、内閣福ールジャパン地域プロデューサー、総務省地域力創造アドバイザー、那須塩原市、川崎市、沼田市、生駒市、病校市、軽井沢町、 腰谷市経済活性等アドバイザー、観光庁観光地域づくり法人における外部専門人材ビジネスブレイクスルー大学大学院客員教授。1973年生まれ。埼玉県出身。日高市立武蔵大小学校、秀明中学校高等学校を経て、東京大学法学部卒業。ハーバード大学養成大学院修了。 経済産業省では、エネルギー政策、インフラ輸出政策、経済協力政策、特殊法人、独立行政法人改革などに携わる。プロジェクト系初代代表。経産省退職後、2010年11月15日に、青山社中株式会社を設立。政策支援、シンクタンク、コンサルティング業務、教育、リーダー育成を行う。その他、 自治体のアドバイザー、内閣官房地域活性化伝導士、内閣フクールジャパン地域プロデューサー、総務省地域力創造アドバイザー、ビジネスブレイクスルー大学大学院客員、教授なども務める。ありがとうございます。